リーグ戦再開前にこのように選手たちが縁を組んで医療関係者の今徳島のボールで四国ダービーが始まっています。岩尾から長いボール、長身の柿田が落とす。徳島はディフェンスの時にこれまでの戦い方ですが、おっとここで奪った、前を向いている。さあ西矢が持って最後シュートはゴールキーパー正面、最後杉森のシュートでした。ゴールキーパーの前には岩尾がいます。巻いてくるボール、キーパー弾いて詰めた、決まりました。徳島が先制します。決めたのは8番キャプテンマークを巻いている岩尾。そしておなじみの出るでしょうか、出ました、ラブボルティスポーズ。岡本も書き出したんですが、リスタートは気をつけたいですよね、姫はね。先ほどもさあ右手を上げた、本線からヘディング決まりました。最後飛び込んでいったのは19番の柿田ですか。ですよ、ね、強さありますね。これに対していけてない、はい、ここは逆にあれを持ってプレーしているので、はい、誰が出るかっていうのがはっきりしないところでは出ないです。なるほど、ここまで引き込んで、ここは引き込まれた形になりましたが、ね、長沼の右足、ゴールキーパー上福本です。誰を狙うか、遠いサイドには柿田、ボールの質がいいですからね。中央です、勝った、決まりました。これで3対0、最後は遠いサイド柿田、今日2点目、しっかりと詰めていました。さあ取れ取れ、マーク取れ、マーク取れ、あこれは最後は山崎に当たってるかもしれないですね。ただステップとして山崎はついていけてないですよね、はい、だから守備としては前のだ、壁に当たって、さあ決めました、横谷1点を返しました。横谷ベテラン反撃の戻し、手元の時計で52分、最後は壁に当たったボールを詰めて、ね、得点横谷です。前野のボールは壁の間を狙ったんでしょうか。そうですね、多分杉森に当たったと思うんですよね、はい、で杉森がちょっと逃げちゃったんですね。なるほど、これがまあ一つ再開した J リーグの楽しみかもしれません。流れ場が抜けて、これは PK だ、完全に裏を取りましたからね。そこに出した守屋のパスの質ですよね。ゴールキーパーは上福本、静寂が包みましたスタジアム、それは上福本が読み切った、大きな大きなファインセーブ、上福本 PK のシーンです。完璧によ、うまい、さあ渡井が持っていく、渡井カットインの右足もあるぞ、逆サイド、渡井逆サイドダイレクトシュートは枠の外、最後は西矢でした。さあ長沼、そして中央、横谷から長沼、長沼が倒れずシュートを打った、上福本、いやファインセーブだ。そして西岡大志グラウンダー、最後は横谷のシュートが浮いてしまいました。ただ横谷サイドを選択、西岡大志、茂木、横谷が浮かせて、うん、岩のヘディング、これも神福本、いや素晴らしい、ただ心配ですね、これは素晴らしいプレーだったですね。枠には行ってますからね、その後ですよね、入った方がいいですよね。これ庭もいいヘディングだったんですよね、はい、ただ触ってそのまま当たってますんでね、少しちょっと神福本心配ですね、心配なプレーです。ここですよね、おそらくこの勇姿は両サポーターに刻み込まれるものでしょう。さあコーナーキック、ニアサイド決まった、コーナーキック、ダービー男、有田ですね、3対2、
決めるところで決めました。ファンが相手、決めたのは有田でした。これは難しいヘディングになりますけど、しっかりとゴール入れてますんでね。キッカーは前の中央にはダービー男有田、横谷もこの時間まで頑張っている。クリア、遠い線決めた、決まった、3対3。これは西岡ですか。手元の時計の83分、なんと0対3から同点。最後は執念です、西岡ですね。最後ついた阿部ですかね、ちょっとステップもついていかなかったですね。背中を取られてますんでね、完全にルーキー阿部も今日の試合通して頑張っていたんですが、頑張ってたんですけどね。いや、大西さん、少し言葉にならない試合ですね。そうですね、このゲーム分からなくなりましたね。リモートマッチという中ではありますが、前の、しかしこれはさあここですよ、渡井です。人数は揃っている徳島、渡井が持っていって、渡井からさあ、これはポストですか。これは枠の外、庭が行って全体ですよね。はい、庭が行って奪った。さあこのチャンス、ゴールキーパー正面、上福本、まだある、シュートを狙った、奪った、決めたのは西岡。4対3、愛媛大逆転。なんと3点差の大逆転。そうですね、ここに庭がね、よく頑張ったんですよね。このシーンの頑張り、庭の頑張りがこのゴール。橋川からここで数的優位を作ります。クロスが入る、あ、いいボールだ、いいボール、ヘディング、まだ杉森のシュートは浮いてしまった。愛媛が1点をリードしています。そしてここで試合終了、長いホイッスル。四国ダービーは歴史的な一戦、愛媛が4対3大逆転勝利。